小沢一郎は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。自治大臣権国家公安委員会委員長、内閣官房副長官、自由民主党幹事長、新政党代表幹事、新進党幹事長、新進党党首、自由党党首、民主党代表代行、民主党代表、民主党幹事長、国民の生活が第一代表。 生活の党代表、自由と共同代表などを歴任した。岩手県出身の弁護士、政治家である小沢佐伯の長男として、東京府東京市下役岡地町に生まれた。父、佐伯は当時、東京府会議員をしていた。母、道は、元千葉県議会議員、荒木義介の四女である。父は44歳、母は42歳と、両親が、 高齢になってから生まれたため、まるで、孫みたいな子供だったという。本籍地は、岩手県欧州市。3歳になる頃、東京大空襲を逃れるため、小沢家は、佐伯の生まれ故郷の水卓に疎開した。水沢市立水卓小学校を経て、水沢市立時は中学校の2年生を修了後、東京の文京区立第6中学校に転校する。 東京都立小石川高等学校卒業後、慶應義塾大学経済学部経済学科に入学する。大学時代のニックネームはお父ちゃん。体が大きく科目でどことなく落ち着いた風貌を漂わせていたことからこのニックネームが付けられたという。在学中は木が建造のゼミに所属。入学当初から経済学よりは法律の勉強に熱心で、 法律関係の授業を熱心に聴講していたという。1967年春に大学を卒業する。弁護士を目指すために日本大学大学院法学研究科で法律を学ぶ。日大大学院では家族法を専門とする高梨校これから司法試験と論文指導を受けた。1968年5月8日、父、佐伯が心不全で急性。 これをきっかけに弁護士になることを断念した。若手、中堅議員時代、田中閣営と1969年、父、佐伯の休止に伴い、第32回衆議院選挙に、旧岩手2区から、自由民主党公認で立候補し、27歳の若さで当選した。この総選挙を、党幹事長として指揮したのが、田中閣営で、佐藤栄作。 田中閣営派に所属し、田中の訓等を受けた。なお小沢は、田中閣営内閣において一期生ながらも、田中の秘蔵っ子として力を振るった。この頃派内の若手議員の世話をしていたのが、当時中堅議員だった金丸信であり、後々まで続く、指定関係の始まりとなった。当時は、大学紛争が激しく、田中の肝入りの大学運営臨時措置法案が、 政局の焦点となったような世状であり、また、紛争時代の大学院に在籍した大義主は、当時儀少であったこともあり、当初の小沢は、文教族を目指していた。なお、初当選間もない頃に、工場戦癌を患い、一時は、声が出なくなり政界委員会も考えたというが、手術で感知している。衆院議員に期目だった1973年に、 田中角栄の講演をしていた新潟県の建設会社福田組会長福田正の長女である和子と結婚した。1982年に自民党総務局長に就任する。1983年の第13回参議院選挙で比例区での順位付けを担当した際、現職優先を主張した中曽根らに対し、党員党友の集め具合や、 講演会の規模などのデータを駆使し、20位以内に、新人を9人送り込む筋論を押し通した。その後に行われた旧京と2区の二人決員による、衆院補選に際し、執行部内では二人擁立を避けて一人擁立に、止める意見が大勢を占めていたが、小沢は二人擁立論を主張。谷垣天一と、野中博の新人二人を擁立し、絶妙な票割りで二人とも当選。 首相の中曽根に、まるで名医の手術を見ているようだと絶賛された。その後、衆議院議員運営委員長を務める。当時は、衆議院議員運営委員長を代任した後には、入閣することが慣例化していた。しかし退任後入閣できず、祖語をたす。これは田中が中曽根に入閣しないよう働きかけたものと見られている。この騒動の後、 1985年に第二次中曽根再改造内閣で自治大臣権国家公安委員会委員長として初入閣した。当時43歳だったが初当選から16年を経ており同期当選者の中では比較的遅い入閣だった。同年、木曜クラブの領収として影響力を保持していた田中に半旗を翻した。 竹下登金丸神羅と共に、花井勉強会、創生会を結成し、2年後の1987年に、形成会として独立した。竹下八代竹下花井では、先輩の大渕恵造、橋本龍太郎らと共に竹下花名奉行の一人に、数えられ、竹下の総裁就任に奔走した。同年発足した竹下内閣では、 内閣官房副長官に就任した。消費税導入など税制改革をめぐる国会審議のメドが立たない中、事実上の国体委員長と呼ばれるほどに野党対策に尽力し民社党を審議、採決に応じさせることに成功した。こうして党内での評価を高めるとともに、この時期は竹下内閣における日米間の建設市場開放協議や、 宇の内閣における電気通信協議といった困難な交渉を取りまとめたことで、米政府関係者にもタフ、ネゴシエーターとして名を知られるようになった。なお、宇の内閣期に、形成会の事務総長に就任している。竹下派、特に金丸の意向によって1989年8月に、第一次山内閣が成立した際、 金丸の推薦により47歳の若さで、党幹事長に就任した。金丸、竹下とともに、政権の実質的な実力者となり、ねじれ国会下で公明党など野党とのパイプを駆使して、国会対策に当たった。リクルート事件後初の総選挙で苦戦が予想された1990年の第39回衆議院選挙を、自由主義体制の維持を名目に、 経済団体連合会参加の企業から選挙資金300億円を集めて勝利した。同年8月、湾岸戦争が勃発すると、小沢はペルシャ湾に自衛隊を派遣することを模索した。アジアへの配慮が必要だと反対する外務省やハト派である海部都市機首相の慎重論を抑え、法案を提出させたが成立する。なお、小沢自身は、 日本改造計画の中で PKF への自衛隊参加も許されるという立場を表明していた。この頃はミスターガイアツなどと呼ばれたマイケル・アマコスト、駐日大使が首相である海部を飛び越えて小沢と直接協議することが状態化しており、アマコストは海部より小沢と会った回数の方が多いとも言われた。日米構造協議でも大蔵省の強い反対にも、 関わらず、公共投資を10年間で430兆円とする、ことで打結したが、これも、金丸、小沢、アマコストの3社が、政府に先立って金額に至るまで協議し、すでに話をつけていたという。同年9月、金丸を代表とする北朝鮮訪問団に参加する。また、大韓民国の露イグ大統領が訪日した際には、党役員会で、 戦争責任問題における共同声明や、天皇談話の内容に関し、これ以上何を謝ればいいんだと謝罪を明文化する、ことを拒絶したとも取れる発言をしたと報道された。自衛隊海外派遣のような懸案を抱える中、ねじれ国会のもとで、政権運営を行うためには、野党の協力が必要であるため、国体族の金丸のつてで、小沢は公明党と民社党に接近する。 両党との協力の一環として、第12回統一地方選挙における、東京都知事選挙で、自民党東京都総支部連合会が押す現職の、鈴木俊一に代わり、新人の磯村久則を擁立する。しかしか谷茂をはじめ、当時の自民党都連幹部が鈴木を支援したこともあり、90万票、近い大差で敗北した。なお、 この都知事選公示直前に出馬に意欲的であったアントニオ猪木と会談して出馬を断念させたが多額の金銭が動いたと一部メディアに報じられた。小沢が指揮した統一地方選挙全体では自民党の勝利であったものの小沢は開復に自ら申し出て都知事選の責任を取り党幹事長を辞任した。この辞任は公明党。 民社党に義理を立てた形にもなり、自公民路線の維持に寄与し、また後の非自民連立政権における、ワンワン、ライスの伏線ともなった。幹事長辞任の直後、形成会会長代行に就任した。会長の金丸、派閥オーナーの竹下と共に、根築招体制で最大派閥の形成会をリードし、引き続き、海部政権の実力者であり続けた。 しかし、次第に、金丸は小沢に派閥を譲ろうと気とするようになり、首相再当番を狙う竹下との確執を深める。この年の6月、強心症で倒れて、日本以下大学附属病院に入院、40日、あまりの療養生活を送った。同年、首相の回復は、政治改革法案が国会で、審議未了で廃案となったことを受け、マスコミに対して、 重大な決意で望むと発言。これは衆議院の解散を示唆する発言であることが明らかだったため、党内反主流派の反発を招いた。加えて、党内主流派として、海部を支えていた竹下派の小沢も、マスコミの前で何を言うちょるのと発言した。海部は、党内基盤が脆弱だったが、支持率は高かったため、解散権行士をめぐる。 神経線をマスコミを媒介して行うことで世論の支持を得ようとしたと見られるが、これが裏目に出てほどなく、首相職の辞任を表明することとなった。この際、金丸が小沢に対し次回総裁選に出馬して、首相後継を狙うよう命じ、金丸の意を受けた渡辺光三なども小沢を説得したが、当時49歳という年齢や、心臓病を理由に、これを誇示したとされる。 後に、小沢は、首相になりたいのであれば、この時になっていたと、たびたび発言している。週刊朝日のインタビューで、形成会は、最大派閥で、宮沢さんも、渡辺ミッチーさんも僕が出馬するなら、協力すると言ってくれていましたから、あの時、はいといえば、総理になっていました。宮沢さん。 渡辺さんの心境を思うと若い僕が飛び越えて、総理ということはできないという気持ちでした。少し前、心臓を患ったばかりで、精神的にも準備ができていなかったという面があり、固辞しました。と述べている。最大派閥の形成会が、独自の総裁候補を立てた場合には宮沢派、三塚派、渡辺派は、三派連合で対抗する構えを見せていたが、 独自候補を立てないことが明らかになると一転し、三派がそれぞれ形成会の支持を求めて争うようになった。10月10日、形成会が支持する候補者を決定するため出馬表明していた宮沢、渡辺、三塚博士らと自身の個人事務所でそれぞれ面談した。当時は竹下派の支持が事実上次の総裁を決定する状況にあり、 当選回数あるいは年齢で上回る派閥の、領収たる、総裁候補を、自分の事務所に呼びつけ、次期首相を品定めするかのような振る舞いは傲慢で、あると批判されるとともに、当時の竹下派の県政を物語るものと捉えられ、今日に至るまで、形成会支配、傲慢、小沢の象徴的シーンとして取り上げられている。宮沢も後に、 日本経済新聞連載の私の履歴書の中で指示をこちらからお願いしているのだから出向くのが筋であったと解雇した。1991年の青森県知事選挙では6カ所再処理工場誘致をめぐり激しい反対運動の中で行われ劣勢と言われていた北村正也候補の支援を当幹事長として頭越しに行い 関係者への締め付けにあたり、北村当選に大きく貢献した。宮沢内閣の組閣にあたっても絶大な影響力を行使されたとされ、自派はもちろん他派閥からも自身に近い議員を大量に入閣させた。竹下派分裂、羽田派結成1992年、東京佐川急便事件をめぐり、金丸が世論から激しい批判を受け派閥会長を辞任。 議員辞職した2月17日に、承認喚問を受けている。後継会長に、小沢は、金丸に近かった、渡辺光造、奥田慶和らと共に、羽田勤を擁立し、竹下直系の小渕慶造を押す竹下、橋本、梶山聖六らと対立した。衆議院は、数が喫抗していたが、参議院は竹下自らが関与して、小渕支持を決定した。 この結果として、後継会長は小渕に内定した。小沢はこれを受け入れず、羽田、渡辺、奥田らと改革フォーラム21を旗揚げし、派閥は分裂した。宮沢改造内閣における、羽田派の閣僚ポストは、経済企画庁長,長官と科学技術庁長,長官の二つだけと礼遇された。さらに、党幹事長には、 派閥の後継会長をめぐり激しい闘争を演じた、オブチ派の梶山が就任したことで、羽田派は反主流派に転落した。これに対し小沢は、主流派を主級派と、自らを改革派と呼び、持論であった政治改革の主張を全面に訴えた。こうした中で、小沢は5月20日に、自書日本改造計画を発表した。同書は、 政治家の著作としては、異例の70万部を超える売り上げを記録し、1993年を代表するベストセラーになった。自らの政策、政権を広く国民に問うもので、小沢の理念をもとに官僚や専門家を中心に政策としてまとめたものであるが、ここで提示された軍事面も含めた積極的な国際貢献、新自由主義的な経済改革、 政権交代可能なに大政党制を可能とする政治改革といった主張は1990年代以降の政治課題の多くを先取りしたものだった。1993年6月18日、野党から宮沢内閣不信任案が上提され、羽田、小沢原自民党、議員39名が賛成16名が欠席する造反により、 不信任案は255対220で可決。宮沢内閣は衆議院を解散した。同年6月21日に竹村正義らが自民党を離党した。これが羽田小沢派の議員に離党を決断させる一員となり、6月23日新政党を結成した。小沢は幹事長に当たる党代表幹事に就任するが、 凍結成の記者会見を行った時会場に姿が見えず党首の影に隠れて暗躍しているとの批判を受けた。新政党代表幹事時代には番記者との懇談会やぶら下がり取材を断り記者クラブに属さない国外メディアや週刊式者も含めた記者会見を報道機関との接点とする。その後事実でないとする記事を書いた。 報道機関を記者会見から締め出したため、口頭の指導者は無条件で取材に応じるべきとする、ジャーナリズムからの批判を招いた。7月18日、第40回衆議院議員総選挙において、自民党は過半数割れし、新政党、日本新党、新党先駆けの三新党は躍進した。宮沢内閣は、総辞職した。小沢は、 総選挙直後から日本新党代表の細川森弘と非公式に会談した。細川は自民党との連立を検討していたが、小沢から首相就任を打診されたことで非自民、非共産勢力へと傾斜した。8月9日、8党派連立の細川内閣が成立した。細川政権下で小沢は内閣とは別に与党の意思決定機関である。 連立与党代表者会議を開き、公明党初期長の市川祐一とともに、政権の主導権を握ろうとし、官邸主導の政治を目論む内閣官房長官の竹村正義と激しく対立した。1994年、小沢と大倉事務次官の斉藤次郎が中心となり、消費税を廃止し7%の福祉目的税を創設するという、 国民福祉税構想を決定した。2月3日未明、細川は突如国民福祉税構想を発表し、世論の激しい反発を受けた。また、社会、先駆け、民社格闘の批判にあい、翌日、細川は国民福祉税構想を白紙撤回するに至った。内閣官房長官の竹村は、公然と、 国民福祉税構想は事前に聞いていないと発言、小沢との対立はますます先鋭化した。竹村か小沢かの選択を迫られた細川は小沢に軍配を上げ、竹村外しを目的とした内閣改造をも論むも、頓挫、政権の主導権を奪われた竹村や竹村率いる先駆けは与党内で孤立し、竹村と細川の中も急速に冷却する。 一連の動きに嫌気がさした細川は突然辞意を表明した。細川の首相辞任を受けて小沢は渡辺道代との提携を起訴するが、渡辺は自民党離党を決断できず構想は頓挫した。連立与党は羽田の後継主犯に合意した。しかし、1994年4月25日の主犯指名直後に新政党、日本新党、 民社党などが社会党を除く形で統一会派、改新を結成したため、社会党の反発を招き、社会党は連立政権を離脱し、羽田内閣は少数与党となった。羽田内閣は1994年度予算を成立させたが、少数与党状態の解消を狙って行われた、連立与党と社会党との間の政策協議は決裂し、 自民党によって内閣不信任案が衆院に提出された。当初は羽田も解散する腹で小沢も同調していたが結局は解散総選挙を断念6月25日に内閣総辞職し羽田内閣は在任期間64日戦後2番目の短命政権に終わった。小沢は羽田の後継としてかつて自民党幹事長として タッグを組んだ元首相の開封都市記を担ぐことを決めた。開封は当時自民党政治改革議員連盟会長で新政策研究会代表世話人でもあった。1994年6月29日、自民党は内閣総理大臣指名選挙で社会党委員長の村山富一に投票する方針を示したため、開封は自民党を離党し、高市会。 自由改革連合を結成、連立与党の主犯候補となった。しかし決選投票で261対214で村山に敗れ、小沢は政治家人生において初めて野党の立場に落ちた。新政党内では小沢の責任を追求する声も出たが、旧連立与党を急合して、新。 新党の結成を実現するために、小沢の合案が必要とされ、大きな動きにはならなかった。1994年9月28日、日本共産党を除く、野党各党187人により、衆院会派、改革が結成された。また、同日、衆議院、議員186人、参議院、議員39人、計225人の国会議員による、 新党準備会が正式に発足し、新党準備実行委員長に小沢が選出された。こうして小沢を中心に新・新党結成が準備され、同年12月10日に新新党結成大会が行われた。開封が党首となり、小沢は党幹事長に就任した。開封の就任会見では、臨席した小沢に革新の質問が集中し、 会府が、当主は私ですから、質問の順番が逆じゃないですか、と言い切り立つ一幕もあった。1995年7月、第17回参議院選挙で、改選議席19議席を大幅に上回る40議席を獲得した。同年12月に行われた、当主選挙では、羽田、細川らを中心に、小沢外しの動きがあったため、自ら、 立候補することを決断、長年の盟友である羽田と激突し、小沢は羽田を破り、第二大党首に選出された。羽田との決裂は決定的となり、党内にさらなる亀裂を生じた。1996年10月20日に第41回衆議院選挙が行われ、新進党は小沢の党党首選での主張を、党公約。 国民との5つの契約として、消費税率の3%据え置き、18兆円減税を公約したものの、改選前の160議席を4議席減らして156議席に止まり、事実上敗北した。原則比例代表との重複出馬を禁止とし、比例区で、総価学会の支援を期待し、公明党系の議員を優遇したため、 選挙地盤の弱い若手の新党ブーム世代の議員が多数落選した。総選挙後、党内に小沢に対する反発が強まり、離党者が続出した。羽田つとむや細川森弘らは非主流派を構成し、1996年12月26日、羽田は奥田慶は岩国哲虎衆参議員13名と共に、新新党を離党。 太陽党を結成した。1997年、小沢は自民党の亀井静からと提携する、いわゆる頬保保連合構想に大きく、舵を切った。しかし新進党内には、こうした頬保保連合路線に対してに大政党制を施行する、立場から反対する勢力も健在化し、加野道彦は政策研究会、改革会議を結成した。 12月18日の党首選挙で、小沢は可能を破り再選した。この党首選に先立ち、公明が次期参議院選挙を独自で戦う方針を決定し、新進党離れが加速した。党首に再選された小沢は、順化路線を取り、新進党内の旧公明党グループ、公有会、旧民社党、グループ、民有会にそれぞれ解散を要求した。 12月27日に、小沢は、旧公明党の参議院議員を分党し公明に合流させるとし、新進党の分党と新党の結成を発表した。新進党内は、混乱に陥り、分党を決定した、両院議員総会は、混沌のうちに終わった。決闘、与党復帰1998年1月6日、自由党を結成、小沢は党首に就任した。 当初、100名以上の衆参両議員が集まると思われたが、結局、衆議院、議員42名、参議院、議員12名の計54名が参加するに止まり、野党第1党の座を民主党に譲り渡した。同年7月12日の第18回参議院選挙では、くせに必死と思われていたが、小沢人気もあり、比例代表で514万票。 合計6議席を獲得し前線した。参議院選挙後の臨時国会では、主犯指名に民主党代表の菅直人を野党統一候補に臨み、参議院では自民党の小渕恵三を抑え、菅が指名された。小沢は3人での野党共闘により、政府、自民党を追い込む戦略であったが、菅は政局にしないと発言、金融再生法の制定で、 自民党と協力したことにより、野党共闘はほころびを見せた。1998年10月、小沢は内閣官房長官の、野中広武と会談、連立交渉を開始した。小沢は、党としては、国政選挙をはるかに上回る広告宣伝費を使って、自身の顔写真を用いたポスター数十万枚を全国の街頭に張り張り巡らし、 テレビでも自身の顔写真を前面に押し出したモノクロの CM を連日放映して連立交渉を優位に進め、ビル・クリントン法日直前の同年11月19日、自民党との連立政権について小渕と合意書を交わした。1999年1月14日には、正式に自治連立政権が発足し、党幹事長の野田武氏が、 自治大臣として入閣、小沢は5年ぶりに与党へ復帰した。この連立の間に衆議院議員定数20の削減、閣僚ポストの削減、及びイギリス型内閣や二大政党制を目指すとして政府委員制度の廃止と政務時間制から副大臣、政務官制への移行と党首討論設置を含む国会改革を自民党に飲ませた。また、 同年発刊された文芸春秋9月特別号に日本国憲法改正試案を寄稿し、自らの改憲論について語っている。1999年10月、公明党が政権に入り、自治公連立政権が成立した。自民、公明両党で参院の過半数を抑えることになったため、政権内部での自由党の存在感は必然的に低下した。 自治両党の選挙協力も父として進まず、小沢は自民党総裁の小渕総理大臣に対して自治両党の解散、新しい保守政党の結成を要求した。中曽根康弘、亀井静からは小沢の復党を認める方針であったが、党内の反小沢勢力は小沢の復党は認められない、小沢抜きでの復党は認められる。とし、小沢自身も、 復党が認められなければ、連立解消だ。と応酬し、両者は2000年4月1日に会談するが、合意に達せず結局連立を解消した。直後に、小渕は、脳梗塞で倒れ、5月14日に死去した。分裂2001年7月18日、北海道での、第19回参議院議員通常選挙の応援演説にて自由党は、 小沢を支持する連立離脱派と、野田武氏、二階、俊博などの連立残留派に分裂し、残留派は保守党を結成した。小沢と田本を分かった、保守党は、政党助成金を半分ずつ分け合うために分党を要求したが、自由党はこれを拒否した。保守党議員は、離党扱いになり、政党助成金を全く得られず総選挙を迎えることとなった。 2000年6月25日の分裂直後に行われた第42回衆議院選挙で小沢人気もあり比例代表で約660万票を獲得、現有議席を上回る22議席を獲得し、前線した。この時、約20億円を投じたとされるテレビ CM は話題となった。連立離脱後は野党共闘路線へ舵を切ることを余儀なくされたが、 過去に小沢と対立した、旧新進党や、旧社会党出身者が多い民主党をはじめとした、野党との関係は、良好とは言い難かった。2001年1月、将来の指導者育成を目指し、党内に、小沢一郎政治塾を開設した。なお、この塾は、民主党との合併後、小沢個人の私塾として運営される。同年7月29日の、 第19回参議院選挙では自民党に小泉旋風が吹き小沢の地元岩手県選挙区でも大苦戦を強いられたが僅差で勝利した議席数は前回と同じ6を維持したものの自由党の比例代表は約420万票に止まった民用合併2002年第19回参議院選挙での結果もあって小沢は鳩山幸男からの民主 自由両党の合併に向けた協議提案を受け入れた。しかし、民主党内の調整が不十分であったこと、及び民主党内の小沢に対する拒否反応のために、頓挫した。鳩山辞任後に、党代表に選出された、菅直人によって、一旦合併構想は白紙に戻ったが、小沢は、透明、高領、役員は、民主党の、 現体制維持を受け入れることを打診し、両党間で合併に合意した。自由党と民主党の合併の直前に、自由党は、小沢の関連団体であり、側近の平野貞夫が、会計責任者を務める改革国民会議に対して13億6816万円の寄付を行った。ち5億6096万円が税金を原資と、する、政党助成金であった。 菅は、当時事態を把握し、小沢にしてやられたと周囲に漏らしていたが、円満に合併するために表沙汰にはしなかった。後にこの行為は問題視され、政党助成金法改正案として議論された。2003年9月26日、自由党は民主党と正式に合併し、小沢は一平卒になると宣伝して、無役となった。11月9日の、 第43回衆議院選挙で民主党は、公事前議席よりも40議席増の177議席を獲得。11月27日に小沢は代表代行に就任した。民予合併後、小沢が最初に提携したのが、社民党出身者で構成する民主党の派閥、新政局懇談会率いる横道隆弘だった。 小沢と、横道は安全保障面での政策をこすり合わせ、その後、横道と、旧社民勢力は、小沢と行動を共にした。また、小沢は、野党結集のために、社民党へも民主党への合流を呼びかけたが、失敗に終わった。経済政策では、それまでの新自由主義から、地方経済と雇用の重視の方針へ転換した。当初、 小沢派になると見られていた、新自由主義的な、小さな政府研究会には参加せず、東北地方出身議員だけを集めて、東北議員団連盟を結成し、地域主義への転向の姿勢を見せた。2004年5月、年金未納問題による、混乱の責任を取り当代表を辞任した、菅の後継代表に、小沢が内定したが、直後に、小沢自身も、国民年金が、 強制加入制度になる1986年以前に未加入だったとして代表就任を辞退した。2004年7月11日に行われた第20回参議院選挙の後、岡田の要請により東北代表に就任した。2005年9月11日、第44回衆議院選挙で民主党は現有議席を60近く減らす惨敗を喫死し、岡田は代表を 隕石辞任し、小沢も、東北代表の職を辞して6日後に行われた、党代表選挙にも立候補しなかった。立候補しなかった理由には、政権の座が遠のいたことの他に、同年7月3日に投開票が行われた、東京都議会議員選挙の結果次第で、岡田を代表辞任に追い込む党内クーデターを鳩山と、 格作していたとする一部マスコミ報道も影響したと見られている。岡田の公認代表に選出された前原誠司は小沢に党代表代行への就任を依頼したが小沢はこれを誇示した。党代表2006年3月31日に前原がホリーエメール問題の責任を取って党代表を辞任4月7日の民主党代表選挙で 小沢は119票を獲得して、カンナオトを破り、第6代のミニ首都代表に選出された。両院議員総会の演説で、小沢は、変わらずに生き残るためには、変わらなければならないという19世紀のイタリア貴族の、没落を描いた、映画、山猫の一節を引用し、その上で、まず、私自身が変わらなければなりませんと述べ、ニュー、小沢を印象づけた。 代表選後、小沢は官を、党代表代行、鳩山幸男を、党幹事長にする、トロイカ体制を敷いた。また、前執行部と次の内閣メンバー全員を、残留させた。小沢は、政令指定都市、都道府県の首長選挙に関しては原則として、相乗り禁止の方針を打ち出した。また、国会対応では、前原時代の対案路線ではなく、 対立軸路線で与党とは対決姿勢を鮮明にした。4月23日、メール問題での逆風化にあった衆議院千葉七区補欠選挙で僅差ながら勝利した。半年後の9月12日の民主党代表選に小沢は無投票で再選した。9月25日、臨時党大会で正式に代表に再任した。その後、 強心症の発作の兆候を感じたため、都内の病院に検査入院した。10月5日に退院し、自身の動脈硬化が進んでいることを明らかにした。統一地方選、参院選での躍進2007年4月8日に、統一地方選挙が行われ、地元、岩手県の知事選挙で、小沢チルドレンの代表格である、タッソ・タクヤが当選。岩手県議会議員選挙でも、 議席を増やし、第一党を維持し、その他の道府県議選、政令市議選でも民主党は230議席から145議席増え375議席に躍進した。4月22日に行われた、統一地方選挙では、市町村議会選挙で、自民党が過去最低議席数になったほか、他党が前回議席を割り込む中、民主党は3割近く議席を伸ばした。 7月29日に行われた第21回参議院選挙で民主党は60議席を獲得参議院第1党となり野党全体で過半数を得た選挙開票当日は医者からの忠告を理由に休養を取っていたとし小沢はマスコミの前に姿を見せなかったが7月31日の 登場人幹事会に多くの報道陣が駆けつける中で出席。小沢は公約通り衆議院議員を今後も続けるとした。また、8月に前代表、前原、元代表、岡田等が東副代表に就任し、挙党体制を構築した。ねじれ国会2009年5月12日、ロシア首相ウラジーミル・プーチンとこの参議院選挙の結果を受けて、 国会は野党である民主党が参議院の議事の主導権を握るねじれ国会の状態となった。8月8日には11月に期限切れとなるテロ対策特別措置法問題について小沢はアフガン戦争が国際社会のコンセンサスを得ていないとして海上自衛隊の支援活動は認められないと主張し反対の意向を示した。 首相の安倍晋三は事態を打開すべく、小沢との直接会談を検討したが実現せず、自身の体調の悪化などもあり、9月12日に辞任を表明した。結局、テロ特措法は、安倍内閣総辞職の影響もあり、期限の延長ができずに執行した。安倍の公認を決める内閣総理大臣指名選挙が9月25日に行われ、参議院で、 決選投票の末に、福田康夫を抑えて、小沢が指名された。衆議院で指名された福田が衆議院の優越規定に、基づき首相となった。なお、両院の指名が異なったのは、小渕恵三内閣下で、民主党の菅直人が指名されて、以来、9年ぶり4度目であった。2007年11月2日、小沢は、 福田と会談し、連立政権について提案があったため、意見を党に持ち帰り臨時役委員会に諮ったが、民主党内の反対を受け連立を拒否した。11月4日、連立騒動の責任を取り代表辞任を表明したが、民主党内の異流を受け11月6日、代表続投を表明、11月7日の両院議員懇談会で、代表続投が承認された。 その後、テロ特措法の後継の法律として、衆議院に提出されていた、テロ対策会場阻止活動に対する、補給支援活動の実施に関する特別措置法案に、対する議決が行われ、11月13日に、衆議院本会議で、可決、2008年1月11日、民主党が多数を占める、午前の参議院本会議では反対多数で否決され、 衆議院に返付されたが、午後の衆議院本会議で与党の3分の2以上の賛成多数で、再び可決、成立した。続く2008年1月18日に招集された第169回、国会は、ガソリン税等の暫定税率の10年間の延長を、訴える与党と、暫定税率廃止を主張する野党が、真っ向から対立し、ガソリン国会とも呼ばれた。 2月29日、衆議院で2008年度予算案が、野党3党の欠席の中で、強行採決された。小沢はこれに対し、信頼関係が完全に崩壊したと与党を批判し、共産党を除く野党は、予算委員会を欠席して国会は空転した。日本銀行総裁人事でも財務省、大倉省の事務次官経験者である、武藤敏郎。 田波浩二の総裁就任が、相次いで、参議院で不同意となり、結果として、白川正明が総裁に就任した。ガソリンなどの暫定税率はこれらの影響で、3月中に延長法案の参議院での採決ができず、4月1日で自動車重量税を除く、暫定税率が一旦廃止された後、衆議院の再可決により1ヶ月後に復活する事態となった。 2008年9月22日、民主党代表選に小沢は無投票で参戦した。2009年5月11日、西松建設疑惑関連で公設秘書が逮捕されたことを受けて民主党代表の辞任を表明。自身の後継を決める代表選挙では、側近として共にトロイカ体制を支えた鳩山幸男を支持した。 党代表代行から幹事長へ2009年8月30日、ラフォーレ六本家の民主党代表センターにて、民主党代表の鳩山幸雄と小沢5月17日、後継の代表となった鳩山幸雄の要請を受け、選挙担当の代表代行に就任した。菅直人が代行が多くなったことから小沢に筆頭となるよう要請し、3名の代表代行の中では、 筆頭扱いとなった。代表代行への就任は5年ぶりとなる。第45回衆議院選挙に向けては、小沢は一時公明党代表の大田昭弘が、地盤としている、東京12区への国替立候補を検討。しかし、小沢の代表辞任で効果が薄れたことや、同年の都議選で民主党が主張し、小沢でなくても勝てるとの判断が働いたことから、 解散後の8月3日に従来通り岩手4区で立候補することが決まった。衆院選では自民党が資格として擁立した元小沢側近の高橋義信らを大差で破り14選、戦この時最多当選回数を渡辺光三羽田勤森吉郎らと共に記録した。衆院選で政権交代を果たした後の9月3日には 鳩山が小沢に幹事長就任を要請し受け入れる意向を表明した。小沢の幹事長就任については、鳩山の掲げる政策決定の内閣への一元化に反して政府と与党の権力の二重構造となり、政策面で小沢の影響を排除できなくなるとの見方が出たが、これについて鳩山は幹事長は党務だ。政策の決定は、 政府でやると確認したと述べた。2009年9月15日の民主党、両院議員総会において、小沢は、正式に幹事長に就任した。2010年1月、東京地検特捜部は、政治資金規正法違反容疑で、小沢の秘書を務めた、石川智博衆議院議員や小沢一郎の秘書である、大久保隆之と、他一人を逮捕し、2月に三人を起訴した。 基礎上では20億円を超す虚偽記載であり、政治資金規制法の虚偽記載罪では過去最大の金額となった。一方で、小沢は、権威不十分、不基礎処分となった。以降9月までに、小沢の基礎相当議決と不基礎処分を2度繰り返す。6月1日、鳩山幸夫と身体を協議する場において、辞意を表明した鳩山にともに、 幹事長を辞するよう促され、翌6月2日に幹事長を辞任する意向を表明した。党代表選再立候補鳩山の後継として、民主党の代表、総理大臣に就任した、菅直人は、小沢、鳩山代表時代のマニフェストの見直しや小沢と距離を、奥議員の要職での起用など、脱小沢路線に舵を切った。しかし、 2010年7月11日の第22回参議院選挙で民主党は現有議席を割り込む敗北を喫し来たる民主党代表選挙にて菅の対抗馬として小沢を擁立すべきとの声が党内の一部で上がった途中で現職の菅直人に候補を一本化するなどの動きもあったが小沢は最終的に出馬を決断し現職の総理大臣である 菅直人と一騎打ちで対決、党内を完全に2分する大激戦となった。鳩山幸夫、羽田つとむが、小沢支持を打ち出す一方、かつて小沢の名優と呼ばれた、石井はじめ、渡辺幸造が、菅支持に回った。結果は、党員、サポーター票で大差をつけられたことや、小沢支持を表明した、羽田グループや、鳩山グループの造反などが響いて敗北したが、 国会議員票では、関と喫行する支持を得るなど、引き続き党内で、一定の影響力を保持し続けるとの見方もあった。実際、小沢自由党は、民主党と合併しなければ、衆議院でも一桁政党になると囁かれていたが、合併によって、民主党内に小沢チルドレンと呼ばれる若手を中心に、確固とした基盤を築いていた。党員資格停止と、 離島2010年10月に陸三会事件で検察審査会によって起訴議決され2011年1月に強制起訴された2011年2月22日小沢一郎が刑事被告人になったことを受けて民主党常任幹事会が提起した強制起訴による裁判の判決確定まで党員資格停止とする 処分を民主党倫理委員会は小沢からの弁明を聴取し、その処分は追認する手続きを経て、民主党常任幹事会は、その処分を決定した。3月1日に小沢は、通常の基礎とは異なるなどとして、党員資格停止処分を不服とし、民主党常任幹事会に申し立てたが、7月に民主党倫理委員会に却下処分が民主党。 常任幹事会で了承され、党員資格停止処分が決定した。このため、小沢は代表選の立候補資格及び投票権を失った。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生した際には、地元である岩手県が被災したと知り、今からでもいい。一刻も早く飛んでいきたいと述べ、即座に現地入りを検討した。 しかし救護活動の真っ最中に現地入りすれば、警護などで被災者に迷惑をかけることが懸念されたため断念した。代わりに、岩手県知事ら地元の地方公共団体の職員らに連絡を取り合うなど連携し、その情報を中央省庁など政府関係者に伝え、調整を図るなど、政府と自治体との調整役として活動する。2011年3月28日、 震災後初めて岩手県を訪問し山田正彦ら同席の下岩手県庁にて岩手県知事の達祖拓也と会談した達祖に対して小沢は莫大な予算を投じないと復興できないと主張するなど復興に対して国の支援の必要性を力説するとともに自ら政府に対して支援を働きかける考えを示した2011年5月には 東日本大震災や福島第一原子力発電所事故に対する関政権の対応を不満として、鳩山幸夫らと共に自民党など野党が提出した内閣不信任案に賛成する意向を示し、小沢一郎事務所に小沢を支持する国会議員71人が集まるなど、当格の動きを活発化させた。なお、内閣不信任案に対しては勘から、 自任の現地を取ったことを理由に、小沢自身は欠席を決め、小沢グループとしては自主投票とすることとなった。この行動により、再び民主党執行部から3ヶ月の党員資格停止の処分を受けている。2011年8月の関体人に伴う民主党、代表選挙では、各候補者が投票権のない小沢に支援を要請。 小沢モーデと大きく注目された。その際、次期代表による処分の扱いも争点となった。2009年衆議院選挙の公約の修正反対の立場から、鳩山幸夫と連携を取りながら、小沢グループとして、海江田万里を支援したが、海江田は決選投票で野田義彦に敗れ、小沢の党内における求心力低下が指摘された。 2011年8月30日の衆議院の内閣総理大臣指名選挙では刑事被告人ながら1票を獲得した。9月10日、日本大学理事会において小賀誠の公認として日本大学理事に選任される。2012年1月3日、震災の被害が大きかった岩手県の沿岸部を訪れた。2012年4月、 東京地方裁判所の第一審で、陸三会事件に関する無罪の判決が言い渡された。2012年3月31日、消費税増税法案が、閣議決定されたことについて、増税の前にやるべきことがあると批判した。衆議院本会議における、社会保障、税一体改革関連法案の採決では、反対票を投じた同年7月2日、 上記の理由により、同調する議員50人と民主党に、離党届を提出した。翌3日、民主党は、社会保障、税一体改革関連法案採決での反対、及び離党届提出が、反党行為に当たるとし、小沢ら37人を、除席処分とする方針を決定した。最終的に、同月9日に開催された、臨時常任理事会で、 衆議院で消費税増税法案に反対した小沢を含む37人の議員の助籍処分が原案通りに確定した。2012年7月11日、小沢はグループ議員とともに、新党、国民の生活が第一を決闘し、代表に就任した。新党の綱領は、自立と強制で脱原発と半増税を掲げる。一方で、 それまで一貫して小沢と行動を共にしてきた岩手の地方議員を呼び、公園団体の大規模な離脱が表面化した。同年11月12日、東京高等裁判所で一審を指示、同月19日に上告が断念されたことで、陸三会事件における小沢の無罪が確定した。11月、国民の生活が第一を回答し、 日本未来の党へ合流した上で自身は、党職につかないことを表明した。直後の第46回衆議院選挙において、日本未来の党は61議席から9議席と、大幅に議席を減らした。小沢は、小選挙区のみで出馬し当選し15選。最多当選回数帯で、初当選が同期の渡辺光三羽田つとむ。 森吉郎が正解を引退したために、2021年の第49回衆議院選挙に至るまで単独で、最多当選回数を記録し続けることになる。しかし、この選挙においては、岩手にある4区のうち、未来が議席を獲得したのは、小沢の4区のみであった。小選挙区制度導入以降、2区を除いて、全ての選挙区を一貫して、 小沢の所属政党の候補者が当選してきた中で、初めて小沢の地元での影響力の衰えが指摘された選挙となった。12月、総選挙の惨敗を受けて、小沢系議員と未来の党代表の課題ゆきこらとの対立が表面化した。課題らが離党する形となり、残留した小沢らは透明を生活の党に解消し、側近の森裕子が代表に就任した。 2013年1月25日、森優子に代わって小沢が生活の党代表に就任した。同年7月21日に行われた第23回参議院選挙において、森優子をはじめ購入した全員が落選し、さらに地元である岩手県では、小沢と田本を分かった平野達夫が当選した。山本太郎と、 合流2014年12月に施行された第47回衆議院議員総選挙の結果、生活の党は政党要件を失った。しかし、12月26日に無所属の参議院議員、山本太郎が入党し、政党要件を満たした。また、党名を生活の党と山本太郎と仲間たちに改めた。維新の党の取り未遂騒動2015年。 下半期頃に維新の党が東京組と大阪組に分裂した原因は表向きは柿沢幹事長の解任騒動である。しかし水面下では橋本派が党代表選で主導権を握るべく党員も議員も一人一票とする方針を決めたところこれに小沢が目をつけ民主党など野党との共闘路線を解く待つのを 再選させるべく生活の党や、維新の党内の小沢系議員に、維新の党の党員集めを指示した。小沢に近い議員や、側近の松木健康幹事長代行が一人で、約1万人の党員を集めたほか、松野は、約3000人、牧吉岡国対委員長は、約1000人を確保したとされる。これらの動きを察知した橋本は代表選で負ける。 前に先手を打つ形で党を割ることを決断したと、産経新聞の政治部編集委員は分析している。2016年10月12日、記者会見で政党名を生活の党と山本太郎と仲間たちから自由党に変更することを発表した。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、自由党は公認候補を擁立せず、自身は、 無所属で、岩手県第3区から出馬し、17戦。2019年1月22日には、国民民主党の玉木雄一郎代表と会談し、国民、自由両党を合流させる方針で一致し、4月26日に、正式に国民民主党に合流し、自由党を解散した。小沢としてはかつてた元を分かった。 旧民主党の系譜上の政党に7年ぶりに所属する形となった。翌5月、国民民主党の総合選対本部長相談役に就任。同年夏の第25回参議院議員通常、選挙では、街頭演説などの表だった動きは避け、水面下でのドブ板選挙に徹した。同年11月には、 自由党との合流に反発して離党した、木川田徹の公認として、国民民主党岩手県連の代表に就任した。2019年12月28日に、在職50年を迎えた。恒例となっている、在職50年特別表彰については、在職50年といっても、政治活動を展開しているとして、衆院事務局からの打診を保留した。 2020年9月15日、立憲民主党と国民民主党の合流新党である新立憲民主党決闘に参加。同年10月11日、立憲民主党岩手県連の結成大会が開かれ、小沢が代表に就任した。2021年10月31日に行われた第49回衆議院総選挙において、 小選挙区にて自由民主党公認の藤原隆に約9000の差をつけられて敗北。比例党北ブロックでの復活当選となった。中選挙区制から現在の小選挙区比例代表並立制の移行を主導した実質的な長本人であり、かつて豪案や選挙の神様と呼ばれるほどの手腕を誇っていた小沢一郎だったが、 小選挙区で敗北し比例復活したことは52年に及ぶ議員生活で初の敗北であった。前年に小沢の後援会会長が亡くなったことも影響したのか選挙戦序盤から苦戦が報じられ小沢が初当選以来と言われる初日に異例のお国入りを行うほどであった。また藤原陣営の選対本部長に自由党から 出馬して民主党を経て小沢と田元を分けたかつての側近、平野達夫が就任しており、また前回藤原が苦戦した一の関市対策に送り込まれた秘書が、こちらも小沢と田元を分けた、木川田徹の秘書が送り込まれており、かつての側近や中心の部下たちの離反も大きかった。またかつて小沢が叩き込んだ川上作戦の選挙戦術を平野が藤原に、 叩き込み、かつての側近だけでなく自分の教えた、選挙戦術に足をすくわれる形となった。同年11月8日、県全体の衆院選の結果の責任を取るとして、立憲民主党岩手県連の代表を辞任した。11月30日、党代表の枝田野幸雄の辞任に伴う代表選挙が、実施。小沢は1回目の投票、決選投票。 共に、泉健太に票を投じた。12月19日、立憲民主党岩手県連の最高顧問に就任した。羽田、小沢派を立ち上げた時期に発表した最初の著作である日本改造計画では、抜本的な経済規制の撤廃を主張し、グランドキャニオンに策がないことを例に挙げ、それが自己責任というものであるとして、 戦後日本の五層戦団方式から転換することを主張した。しかし、新進党党主戦では、ウルグアイラウンド対策として3兆円の農業、補助支出を公約するなど、大きな政府的な立場も示した。また、民主党、自由党合併以降は、旧社民党議員との融合を進めた。会見論者であり、1999年の、 日本国憲法改正試案では独自の改憲案を示していた。一方、2004年に公表した現行憲法の下での国連派遣部隊構想、さらにそれを発展させ2007年10月に公表した国際安全保障政策では、現行憲法との論理的整合性を維持しながら、日本の国際安全保障政策を主張している。また、 国連平和維持活動については、自衛隊とは別個の専業組織を設置して、参加させるべきであると一貫して主張している。次長、日本改造計画では、過半数が賛成している案を、少数のダダッコがいて、その子をなだめるために、いいなりになって、すべてを変えてしまうのは、少数者の応募だと述べている。小沢は、審議を十分に行えば、 与党による採決もやむを得ないという立場を取った。一方、野党時代には、与党が議員数の多さを背景に強行採決した場合には、徹底抗戦や審議拒否も辞さない戦う野党の姿勢も示した。ただし、この姿勢は審議拒否をたびたび行うことで、十分な審議を放棄した、与党案の成立を手助けしているとの批判を生むことがあった。小沢は、 どぶいた選挙を重視しており、自身に近い若手議員に対して国会にいてもしょうがない、党政策調査会の会議に出ても有権者には評価されない。地元を回るようにと語ることもあり、国会審議や政策調査研究よりも選挙対策の方が重要であるとの見解を示している。小沢自身も頻繁に国会を欠席していると指摘されている。 だが前述のように、第49回衆議院選挙にいてかつて小沢のもとに、いた側近や中心が、相手の藤原隆の陣営につき、藤原陣営にどぶいた選挙戦術をやられて、自身初の敗北となった。2016年1月に、安倍内閣のあまり明が、届け出の必要のない20万円以下のパーティー券を、大量に買わせていた報道を受け辞任した問題に、 ついて、小沢は、政治資金の流れは1円単位までオープンにすれば、いいのです。どこから献金をもらおうが、どこに使おうが、それを判断するのは国民なのだから、オープンにすればいい。それが私の政治資金規制法の考え方です。収支がはっきり、国民にわかるように透明化することが重要だということですと述べた。憲法改正思案では、以下のように述べている。 その一方、日本国内で展開している、語憲運動である、憲法9条に、ノーベル平和賞について、外国からの支援を取り付けるために、2014年9月、韓国でイブヨン元、開かれたウリ党議長に対して、受賞実現のための韓国内での署名運動の、実施を思想している。こうした考えは、今でも大筋では変わっていない。 2017年にも日本国憲法について法律論から言えば無効です。民法にも強制下で結んだ契約は無効だとはっきり書いてある。これは万国共通の考え方だ。との認識を前提にした上で安倍内閣による会見については悪い子供が権力を持もちゃに使って会見の日遊びをしているから日本の前途が不安になると評価している。 日本改造計画で小さな政府路線を標榜し90年代以降の新自由主義的な構造改革の先駆け。しかし民主党代表となってからはその路線を急転させ行き過ぎた市場主義の修正と国民の生活が第一というスローガンを前面に打ち出した。2010年の民主党代表選挙を控えた9月1日には 国有財産を資産担保証券化すれば日本はまだまだ200兆円ぐらいの国債を発行できると主張し同日夜の NHK ニュースウォッチ Q に出演した際には MC の大越健介のインタビューに200兆円の資産担保証券では毎年数兆円の金利収入が国庫に入ってくる中資産もあるとの踏み込んだ発言を行ったしかしそれは デフォルトとなった場合に、国有財産が差し押さえられることを意味する上に、資産を担保にしても金利は証券を発行した側が、支払うことに変わりはなく、小沢が何を意味していったものか、理解困難だったためマスコミには総じて無視された。税制貿易、通称徹底した自由貿易論者であり、北東アジアから東南アジア、最終的には全世界まで広げた。 フリートレードを実現することが夢であると明言している。与党園とは異なる民主党独自の教育基本法の制定。教育予算は先進国中定位の現状を是正し引き上げる。5歳から高校まで義務教育を広げる。すべての国民に高等教育の機会を与えるため奨学金制度を拡充する。教師などの教育職員は 国家公務員として身分を安定させ、葬儀権を認めない。基本的に自由貿易推進の立場であり、FTA 推進。我が国の安全保障を確保するためには、現在39%に低下している食料、自給率を他の先進国並みに高める。農家、農村の活力を再生するために、穀物などの主要農産物について、 個別所得保障制度を導入する。トレーサビリティ制度の拡充と加工食品の原材料も含めた原産地表示の義務付けを行い、食の安全を確保する。小沢が導入したシステム。この他、政治倫理審査会も自分が作ったと述べているとされる。決闘に関与した政党が回答や分裂することが多く、壊し屋と評されている。 2012年の第46回衆議院議員総選挙直前に、加田ゆき党首当主に擁立して、急遽立ち上げた日本未来の党が、内輪揉もめにより、わずか1ヶ月で、生活の党に衣替えした県が、5回目であると、報道された。梶山や清六とは、竹下登を担いだ中で名優でもあったが後に、対立。ただ小沢一郎本人は、私と、 竹下登さんの争いと言っている。神道の結成と潤化を繰り返す小沢を、梶山は、非常な政治家と突き返した。池上明によると、説明する努力にかけ、側近が離れる一員であるとも指摘されているという。渡辺構造は、小沢くんの周りから、いつも人が離れていくのは、人間性のせいだ。小沢くんが、 5プラス5イコール7だと言ったとき、いいえ、5プラス5イコール10ですよと言い返す相手とは付き合わなくなる。ずけずけ言い返したりコントロールできるのは僕だけだった。新しい塔を作るときは、小沢くんが必要だ。しかし塔ができていれば、小沢くんは邪魔になる。その繰り返しだと評している。小沢から離反した者として、羽田勤、杉山則夫、熊谷博 船田元、岡田克也、二階、敏弘、野田武氏、大木千景、小池由里子、石橋茂、西川大一郎、高橋義信、渡辺秀夫、大江康弘、西村慎吾、藤井博久、中塚和弘、毛、木川田徹、平野達夫らが挙げられる。田中修正は、小沢一郎の口の硬さを評価していた。 細川内閣の組閣名簿発表前に NHK の記者が来て社会党の6人の名前以外の閣僚の名前を一人でいいから教えてくれと頼まれる。大倉大臣になる予定の藤井博久が大倉委員会の仲間で親しかった田中に暇になったから昔の大倉委員会の仲間で集まろうと言いに来てこの人。 大倉大臣になること知らないんだと驚き、小沢一郎の側近だった山口敏夫が、松永信夫の外務大臣は絶対ダメだと、羽田つとむが就任するのを知らずに言いに来た。小沢と協力関係にあるものの、生活の等に加わらなかったものとして、河村隆山田正彦、富山斎、三宅幸子等がいる。自民党、形成会時代の小沢一郎は、 渡辺構造の名優として知られた。誕生日が同じなため、初当選以来、毎年合同で、誕生会を開催することが恒例であった。自民党を離党後の行動を共にするが、新進党時代に決別した。民主党時代も、同僚となった渡辺に対して、対立姿勢を鮮明にした。初当選直後に、工場戦顔を患ったことを明らかにしているが、 手術で感知した。しかし、竹下派会長代行として、海部政権の実質的な実力者であった1991年夏に、心臓病で入院して、以来、心臓をめぐる健康不安が絶えない。当時病名は、狂心症と発表されたが、入院期間が42日にも及んだことから、心筋梗塞だったのではという憶測もある。 その後は健康管理のため、早朝に30分ほどの散歩をすることを日課とし、好んでいたタバコは一切やめ、アルコールは日本酒を3号までに控え、昼食後約2時間の休息を欠かさない。ただ、こうした制限が政治活動に影響を及ぼすこともあり、批判や憶測を呼ぶこともあった。二千八年十月六日から十三日まで風邪で入院。 同月23日に予定されていたインドの新首相との会談を含む当役委員会などの公務も体調不良ということでキャンセルし新首相との会談は鳩山幹事長が代理を務めた第171回国会では2月末までに11回開かれた衆院本会議のうち4回欠席している田中角栄を親父としてしたい 政治の色派と人生の訓導を受けたと語る。それは、ドブ板とも言われる、人口密度の低い農村部から始め有権者の家を一個一個、回っていく地道な選挙活動を決して怠らない、ことを、親父から学んだという。歴史上の人物では、福沢諭吉を、日本文明の祖として尊敬し、かつ海舟や坂本龍馬にも、一定の理解を寄せ、 西郷隆盛を尊敬する者の,の、政治家、人物としては、大久保と道を目指していると述べた。戦前歴代内閣総理大臣で尊敬する人物は、原隆である。また、芝良太郎の小説を愛読している。漫画では、広金賢治、梶竜介の木やジョージ秋山、フロ雲グモのファンで、特に、フローグモでは、戦。 小沢一郎はちきのフローグも傑作重選という本も出版されている。小沢一郎が自民党を離党した際には、談合政治と言われる旧来型政治の打破と、イギリスやアメリカのような二大政党制を作りたいという明確なビジョンがあったという。小選挙区制を導入すれば、同じ選挙区から自民党と社会党の政治家が選ばれるということがなくなるためであった。 小沢は、自ら進んで、自民党を離党したのではなく、既得権益を持った一部の議員に追い出されたのだと、述べている。当時の自民党竹下派では、国際貢献や、小選挙区制度をめぐり激しい対立があり、そうした、政策対立とも絡んだ竹下派の後目争いで、小沢・羽田グループが、小渕慶像らに敗れたことが、小沢の離党の背景にある。もっとも、 小沢自身は1993年の宮沢内閣、不信任案に賛成票を投じた後も離党する気はなく、党内改革を行うつもりであったが、不信任案には反対した竹村らが率先して離党したことが引き金となった。自民党幹事長時代、与野党逆転国会を乗り切るために公明党と協力関係を築いた。 細川連立政権でも、市川祐一と1.1ラインを敷き、政権運営への主導権を握ろうとした。しかし、新進党時代は党に参加していた公明と対立し、同党会党の原因の一つとなった。2009年の民主党政権誕生後は、公明党、総価学会との連携を伺わせる言動をしばしば取っている。 2010年2月26日に小沢が越石安妻参議院議員会長と共に総科学会幹部と会談したことが報じられたが3月3日の記者会見でそれを否定したしかし学会に対するスタンスは菅直人や戦国義とのような総科学会批判派の急戦法とは一線を隠している2009年11月10日悲鳴美子らを伴って 高野さん、今後を峰寺を訪問し、当時の全日本仏教会会長で、高野さん新言衆の松永有慶館長と会談した際、キリスト教とイスラム教が共に、排他的であると断じ、キリスト教を背景とした文明は、欧米社会の行き詰まっている姿そのものと批判すると、同時に、仏教はあらゆるものを受け入れ、 みんな仏になれるという、非常に心の広い度量の大きい宗教、哲学だと述べた。この発言に対し、日本キリスト教連合会は、翌11月11日、発言の撤回を求めて、小沢宛の抗議文を民主党本部に送付した。小沢は11月16日の記者会見で、宗教論と文明論を言った。 基本的な考え方が違うということを言っていると説明した。2010年8月、小沢は都内での講演でアメリカ人がオバマ大統領を選出したことを称賛する発言をしたが、その一方で米国人は単細胞と述べた。この件は前述したキリスト教についての差別発言とともにアメリカで報道された。以後の腕前は段で、 正解最強とも評されている。与田則り元の指導を受けているとされる。正解には、小沢より、高段の天七段を持つ与佐野織がいる。与佐野もまた、数年前まで小沢に、五の指導をしていた。小沢は、囲碁普及を目的として、日本金週間後特別企画のイベントで、たびたび公開対局をしている。そのイベントで2007年10月28日、 ANA インターコンチネンタルホテル東京、囲碁サロン、ランカにて、ヨサノカオルと対決した。互い戦込み6目半、しヨサノが苦労握り、2時間半の激戦の末、小沢が勝負を制した。また、12月29日、同所で開催された同イベントで作家の渡辺、順一と対決し、勝佐ながらも勝利した。プロとも何度も対局している。 民主党政権脱出前は、小川聖子、与田のリら多数。情熱報道ライブ、ニュースオプエド2009年3月2日付、産経新聞長官一面における、民主党、解剖一の記事中において、小沢が2月上旬、都内で開かれた民主党議員と支持者による会合において、拉致問題は北朝鮮に何を言っても解決しない。金をいっぱい持っていき、 何人かくださいっていうしかないだろうと発言したことが報じられた。この記事を受けて、救う会には電話やメールで問い合わせが殺到し、救う会では西岡地から会長代行が小沢民主党代表発言は事実なのかと題するコメントを発表した。これに対して民主党は民主党幹事長代理から 産経新聞社編集局長と政治部長宛てに記事は事実無根の報道として記事の訂正と謝罪を求め3月4日中に回答することを要請したこの要請に対して産経新聞政治部長は3月4日文書で民主党幹事長代理宛てに正当な取材の結果得られたものでかつ裏付けも取れているものという旨を回答しているが これに対する民主党の反論は全く行われていない。2010年8月25日の小沢一郎政治塾の講演で米国間を語り、米国人は好きだが、どうも単細胞なところがあってダメだと述べた。米国のオバマ大統領について、絶対、黒人大統領はありえないと思っていた社会で黒人大統領が誕生した。黒人が出たら、 暗殺されるという噂さえ以前にはあったが、この危機にあたって変化を強調したオバマ氏を選んだと指摘。決して、米国人は利口だと思っていないが、民主主義、危機にあたって国民の意思による選択がきちんと実行されていることを非常に高く評価している、と強調した。また、小沢氏は、政界でも、官界でも、財界でも、精神の後輩。 日本人の劣化が急速に進んでいると問題提起。第二次世界大戦を舞台にした映画、戦場にかける橋に登場する英国人捕虜の規律正しさを紹介し、英国を散々悪いことをして新四面しているから好きではないとしながらも祖国のために戦う軍隊も自分たちの意志でという意識がある。自分たち自身の社会であり、 国でやるという民主主義の基本の意識が徹底していると評価した。2016年9月26日の第192回臨時国会で衆参両院本会議での安倍晋三内閣総理大臣が所信表明演説を行った際、自民党議員が一斉に安倍拍手を送ったことに対し異様な光景だ。今までも日本の議会では見られないと思うし、 北朝鮮か中国共産党大会みたいなあれでちょっとますます不安に感じたと述べた2008年11月19日西松建設海外事業部の元副事業部長が逮捕され21日西松建設社長の自宅を家宅捜索2009年1月14日西松建設元副社長ら4人21日西松建設前社長が 愛次いで逮捕された。そして、2009年3月3日に、小沢の公設秘書である陸産会会計責任者で、ある大久保隆史が前社長と共に、政治資金規制法違反で検察に逮捕、起訴された。なお、この疑惑で、事情聴取を受けていた長野知事の元秘書は、2月24日に、自殺しているほか、 小沢氏と西松建設の癒着を参院で指摘していた元衆議院議員が3月1日にソウルで心臓発作で死亡。また3月4日に民主党の金庫番と言われた議員の事務所も全焼している。当時民主党代表だった小沢は秘書が起訴された責任問題について違法性を否定しつつ検察の捜査を批判し党代表続投を表明。しかし、 この問題における党内の動揺を受け、5月11日に小沢は民主党代表を辞任した。2010年1月、石川智博衆議院議員を含め小沢一郎の秘書3人が、検察によって政治資金規制法違反容疑で逮捕され、2月に起訴された。小沢本人に関しては、権威不十分により不起訴処分となった。それを受けて、 当時民主党幹事長だった小沢は検察の捜査を批判しつつ、党幹事長続投を表明した。しかし、4月に検察審査会が1回目の起訴、相当議決をする。検察が不起訴としても2回目の起訴相当になった場合、小沢一郎が強制起訴になることから、民主党内に動揺が広がった。また、世論調査では検察批判を含む小沢の説明に、 納得していない国民が8割より、党内でも批判が紛失。6月に、鳩山幸男首相が民主党の政治と金に決着をつけるべきとして、辞意表明をしたこともあり、小沢も民主党幹事長を辞任した。2010年10月、小沢一郎に対して、検察審査会が2回目の起訴相当議決をし、2011年1月に強制起訴された。 このことを受け、民主党から裁判の判決確定まで無期限の、党員資格停止処分を受けた。2013年3月13日、小沢の公設秘書である奥母に対して、東京高裁で、禁錮3年、執行猶予5年の判決が下され、同27日に上告を断念し、判決が確定している。2009年3月3日、 小沢の事務所が雇用しているアルバイトや施設秘書について、労働保険に未加入であると報道された。同事務所は、産経新聞に、少なくとも3、4年は未加入になっており、かなりの人数分の未納保険料を納付することになると説明。今後、過去の雇用状況を調べた上で、労働局に届け出る予定としているが、労働保険未加入発覚時のペナルティは、 発覚時の前年度と前々年度分の保険料と10%の追徴金のみであり、未加入分の多くは問責されないこととなる。産経新聞によると、同事務所では小沢の初当選以来、正規の秘書以外は届け出ていない可能性もあり、対象者は数百人規模になるという。また、産経新聞によると、両党とも、 派遣社員などの労働保険未加入を批判していながら当主自らの事務所で同様の問題を抱えていたことになるとしている2009年9月25日未納保険料を支払う際に必要な算定基礎調査書が7月末現在で不存在だったことから平成18.19年度分の保険料の納付が未だに済んでいないことが産経新聞で報じられる 平成18年度の未納分と課長金の納付については7月中旬で事項となった。小沢事務所側は捜査で経理書類をすべて押収され未納分の調査や手続きに必要な書類がなく総選挙の日程が重なったこともあり手続きに時間がかかっていると釈明した。検察に押収された書類については返還やコピーを求めることができるが 同事務所は申請の有無については、産経新聞に回答していない。竹中東江門住竹中公平、竹中雄二竹中蓮一。四内三正、和子。竹下雄三竹下昇講師。竹中定一、竹下三郎丸子。和子。金丸新、金丸安信。 竹下渡福田忠正子。福田実る。和子。男。小沢佐恵男。男。小沢一郎。荒木義助道。雑誌関連文献賞、ありがとうございます。